まあまあ進化する部分もあるんでね、例えば将棋の棋士で藤井聡太君っているじゃないですか、で彼は AI で強くなってるんですよね。結果だからまあそれがいいのか悪いのかっては別として、今もう将棋の世界は完全にそうなってますね、AI とずっと戦ってるもんだから、要は将棋の棋士ってこう打つ手に意味を考えるんですよね、でも彼は意味を考えないで打ってる、まあ、つまり統計的にこっちがいい手だ、であれは実は AI は画像として見てるんですよ、盤面を画像として見て、この局面においてどこに手を打つと勝つ確率が高くなるんだっていうことを、要は山のように AI が何百万年分も将棋を打って得た答えがそこにあって、それを覚えてるんですよね。だから面白いですよね。だからそういう意味で言うと、あのマトリックスって映画がありましたけど、まさにあそこに出てくるエージェントスミス、あの世界ではみんなどん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 そのあのみんなエージェントスミスになっていくわけじゃないですか、あれ AI じゃないですか、まあ、まさにだからああいうことなのかなっていう、面白いですよね。面白いですよね、はい、ということで次の、テーマ、バカの壁その3に行きたいと思います。 SNS について考えていきたいと思います。養老さん、この SNS の流星に関してこれどのように、捉えていらっしゃいますでしょうか。すごいなと思いますね、最近テレビのドラマでも、推理物とかいろいろ見てても、スマホが絶対に出てくるんですよね、結構重要な役割をしてる、これね意外とね、SNS が変えたものって大きくて、意外と SNS 以前って、情報のその有機的な結びつきってすごく素だったんですよね。すごく密ではなく素だったんです、すごく。例えば今回のその新型コロナワクチンができるのに1年かかってないわけですよ、これってやっぱり SNS の影響だと思ってる、ものすごい密にその情報が行き来できるような、その意味があるつながりができてきた、意外とこの意味のあるつながりってなかったんですよね、 SNS 以前って。 SNS 以前って言ったらいつかっていうと10年ぐらい前ですよ、たった10年ぐらい前までは SNS がまあ実質的にまあなかったわけですよね、まあそうですね、本当 Facebook、Twitter がこれだけ世界で Facebook、Twitter、そしてスマートフォン、この3点セットでその SNS ってのはできてるわけであって、それがない時代に僕例えばロケットの基地をどこに作るかみたいな、今北海道の大気町ってとこにあるんですけど、それはまあかなりの人がそれを知ってるわけです。だけど僕たちがそこで初めて打ち上げた2010年なんですけど、あ、ごめんなさい、2011年か、2011年、10年前ですよ、たったの。だけどそれ見つけるまでに10年ぐらいかかってますからね、人づてになんかいいとこないですかねっていうふうに実際にリアルに会って聞いて、でなんか北海道の大気町ってところがいいらしいよって言われて、でも情報ないわけですよ、で行ってみると、いや、うちはもうなんか30年前から宇宙の街を標榜してましてみたいな、でも人口5000人の街だから全然アピール力なくて誰も知らないわけですよ、広報なんか届いてないわけですよ、だけど SNS だと今一発でつながりますからね、みたいなことが、これはすごいことなんだなっていう、これをしかもその手のひらサイズのパソコンで、あれみんなパソコンじゃないと思ってますけどパソコンですから、あれを手のひらサイズのパソコンをみんなが持つようになって、これはもうねすごいです、アップルの功績ですよ、これ養老さんいかがでしょうか。いや、その通りだと思いますよ、一番考えなかった、一番考えないことが起こったってことですね、はい、だなんか考えないようなことに疲れちゃうんですよね、だからさっきのメッセンジャー RNA ワクチンもそうですけど、多分とんでもないこと考える人いると思いますよ、あれを使って、あれはだから本当にすごい技術なんで、10年とかで、しかもその SNS のせいでそこがスピードアップしちゃってるんで、そのもう10年前のタイムラインと今のタイムラインとは全然違いますよね、僕もすごいつながりますもん、その意味のあるつながりとかって、有機的なつながりってのはその、まあ、いい面で、であとはそういうふうに多様な人たち、今までつながるなことできなかった多様性がこうインターネット上でつながれること、それを多様性を表現される機会としてこう SNS っていうのは作られているし、インスタもフェイスブックもそういうふうに
コンセプトとしてはあったと思うんですけど、まあ、それが逆にこう確立化したこれがいいよねっていう一つの統一っていう、こう方向性を生み出してるっていうところをちょっと指摘されてたのを見て、その価値観っていうところにどう付き合っていくのかっていうところちょっと気になってたんですけど、の中ですね、それをちょっと変えるのは外から入れるしかない感覚ですね。わけも分からずいろんな入力が入ってくるのはネットの中っていうよりも、うん、この自然の中ですね、外のは閉じやすいんですよね、うん、あ、そうなんですね。で、視覚目で物を見るっていうのも網膜から入ってくるんですけど、実は網膜から入ってくる入力は一次視覚野で10分の1なんです。あとは全部 脳の中同士の配線。ああ、で脳の中でその保管してるというか。そうですね。だから目つぶって寝てても夢の中で見えちゃうんで、いろんなものが、はい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 、まさに脳で見てるんで、で実際に目を開けたってどうせろくなもの見てねえと思うかもしれないけどそこで入ってくるその予定してない効果みたいなものが絶対あるはずだと。それで皆さん外で出たがってその自然に触れたがるんですよね、多分。まあでもこれからまたちょっと次のフェーズに入ってくると思うんですけど、多分その使われてない脳領域って多分たくさんあって、その脳の中に隠されてる、まあ、隠しコマンドみたいなものって多分今までいっぱいあるんですよ。最近それがだから2000年代にヒトゲノム全解析されて、でその受容体タンパク質を行動する遺伝子の特徴も分かっていて、で知られてない受容体が割とたくさん見つかって、でその研究っていうのが今すごいされていて、この間ね冬眠をする技術を開発した人がいたんですけど、筑波大学の睡眠なんちゃらセンターでそういう技術が開発されたんですけど、冬眠するはずのないマウスを冬眠させた、実際に人工冬眠させたんですけど、まあ、例えばそういう隠しコマンドが頭の中にはたくさんあって、なんか方向音痴じゃない人ってその地磁気センサーみたいなものが脳の中にはあって、まあ普段使われてないんだけど渡り鳥にはあるわけで、あれは地磁気センサーで飛んでるわけじゃないですか。なのでそういうようなことっていうのは人間にもあるんじゃないかっていう話は前からされてるし、いろんな多分ポテンシャルが脳ってあって、で脳にインプットするやり方が増えるととんでもない人類が生まれるかもしれないですよね。脳がバージョンアップするっていう か、うん、だから第六感とか第七感みたいなものが生まれてくる可能性はありますよね。養老先生そのあたりはどうですか。全くそれこそ分かんないって、うん、それぐらい分かってないっていうか、人間って人間の体のことまだ全然分かってないんだと思いますよ。多分ポテンシャルはすごいあると思います、うん、SNS におけるこのいいね欲しさの承認欲求について養老さんはどういうふうにお考えになりますか。あんまり年寄りですから健康だと思わないんだけど、なんかそういうものじゃないものを目的にしてほしいなと、モチベーションにしてほしい、人がどう思うかは全く無関係でしょ、なんかしようと思った時に。逆に言うと面白いなと思ったのは、いいねぐらいで人動くんだなっていうのが逆になんかすごいなんか面白いなと思ったんですよね。いいねでよかったんだみたいな。日本一いいねもらったりダメねもらってますからね。でもいいねをもらいたいがためにそのいろんな行動をしてくれるわけですよ、はい、まあ、例えばよくほらパチンコに行く人が問題になったりとかするわけじゃないですか、はい、パチンコってお金を稼ぎに行く場所じゃないですか、うん、みんな儲けようと思って行ってるわけですよ、はい、なんだけどその後例えばスマホゲームのガチャとかが問題になったりとかしましたよね、はい、あんなのって別に要は金銭的報酬ないわけですよ、うん、レベルアップしたらアイテムがもらえたりとかするだけでお金もらえないのにすげえ頑張ってやってるんですよねみんな。でそれがもうさらにそういうアイテムすらなく単なるいいねっていう言葉だけでもなんかそれのために頑張る人っていうか何かを対価として支払ってる人がいてすごい簡単だなって思いましたね。土井さんどうですか。いいね、あの承認欲求あ、でもそれはありますよね。実際自分の中でもあるし、まあ、今のこと聞いて、まあ、人間の感覚ってそれぐらい単純だし、まあ、なんかだからその 褒める作業がめちゃくちゃ簡単になったっていうね、うんうんうん、タップするだけですか、ね、はい、
ということで、今回令和バカの壁ということで、医療、都市化、そして SNS についてお話をしてきましたけれども、最後にですね、養老さんからですね、ニュースピックスの、視聴者に、向けてですね、メッセージをですね、いただければなと思っているんですけれども。いや、特にないんですけどねそれこそ自分がお墓行くタイミングだけやっぱり特に子供がこういう街に閉じ込められるのはあんまりいいことじゃないだろう、うん、ハッピーじゃないだろうって気がする。子供さんはできるだけ外へ連れて行って、はい、年寄りが相手しますから、うんうんうん、野山に話してほしいなと、うんうん、まあ、ぜひ子供を思う存分遊ばしてやってください、はい、今収録中もこの東京駅をこうよくこうチラチラこう見てたんですけど、何を見てらっしゃったんですか。僕この駅は60年以上通ってますから、はいはい、まあ、変わんないからホッとする。堀さん、久しぶりに養老さんとお話していかがだったでしょうか。いやいや、全然変わらず、うん、変わらずというか変わっちゃ大変ですよ、ね、びっくりするぐらい変わってなくて。そうですね、今日もお一人で、お一人でですよね。もちろん東海道線ですか。で、あ、そうなんですか。横須賀線です。あ、いや、横須賀でいらっしゃって、それで一人でこの辺り行ったんで、最初みんなびっくりして、あ、養老先生が歩いていらっしゃったと思って。それ大事です。大事ですよね。大事ですはい、ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。